この決勝の舞台で優香さんに勝って、コナミ女になりたいなっていう思いがあるので、優香さんにこう上がってきてもらえたらなっていうふうには思ってます。なるほどね。でも当日まで誰が上がってくるか分かんないっていうこの恐怖感がすごい。2試合やるんだもんね、はい、向こうの方が。あ、私も2試合やる。あ、そうだっけ、はい、全然話聞いてなかった、さっき。あれさっきそれを一生懸命多分言ってたけど、はい、全然聞いてなかった。私もエブロッドの人たちと一緒に試合をタグマッチをやって決勝に臨むんですけど、お互いまあ2試合はやるんですけど、初めての経験なので当日まで、ね、1日2試合が、はい、1日2試合ないですね。一工業、一工業で2試合がない。お、あと一工業何試合やったことある？最高？うん。来ました。4かな。4ですか一工業に？うん、そう。本当。どういうあの時間の計算したら4試合できるんですか？なんか何試合工業なんですか？じゃあタックのリーグ戦をやってて、はい、決定戦決定戦みたいな感じで、それが多分三つどめだったのか。いやでも多分3回4、3は確実にやってる。私3。え、聞いてない。私3、あのね、3やったの。一工業だよ。そうそう、専業の時にハゲツのエキシビジョンがあって、医師のその時医師のでハゲツのエキシビジョンやって、で次自分のもともと決まってた試合やって、はい、で次があの欠場になっちゃって、はい、私は代わりにやって。誰が欠場？奥田って選手がいたんだけど欠場になってやって、で私は代わりにやりますって言って、はい、やって3試合やった。結構許しますね、ジェンガ始めたよ。それ結構大変ですよ、3試合全然大変じゃない。続きではないですか？全然大変じゃない。なんかでもさ、一生懸命じゃん、1個ずつ、はい、だから大変も何もさ、やらないとさ、そうですよね、やられるじゃん、とりあえず。だからもう集中力切らしちゃダメと思って。大会終わった時とかすごいハッってなりそうですね。そこまでこうずっと気になってると、ね、揺らさないでね。テーブルから離れておきます。ちょっと揺れてっから。すごい危ない危ない危ない。前ちょっと今息で普通に全員が揺れちゃってちょっと本当に危なかったですよ。うん、上の方かな。3試合、じゃあ私の2試合なんてまだ全然ですね。まだ危ない危ない。あ、倒れたかと思った。全然だよ、赤ちゃんだよ。長浜の2試合なんて赤ちゃんすぎるよ。赤ちゃん、まだ赤ちゃんでした。私赤ちゃん全然2試合なんて余裕で乗り越えてやりますよ。なんならあのタグマッチも私が勝って決勝に行ってやろうと思いますよ。なんでこれ出てきた？わかんない。それ長浜さん危ない。こっち私足実はビールを飲むとなるほど、ね、あの潰れるんでビールは飲めないんですよ。じゃあそちらでストロングの方、ストロングの方にまた負け舌になっちゃった。プリン体ゼロ。プリン体って何ですか？痛風になるやつ。あ、じゃあ痛風にならないんだこれ。あー、やばい、もう無理だこれ。今日は早いぞ。いただきます。ああ揺れ始めてます。おワイプが私たちになりましたよ。あメインに。中心は今ジェンガの大畑さんに。長浜飲んでんの。今 CM 来そうな感じで飲んで。ストロングゼロドライ。おいしい。もう何の番組これ。最後の最後でおかしい。何の番組これ。最後の最後でジェンガに持っていかれましたから。バングルついてる。白。白じゃねえ。白ってなんだ。白もう私の水抜けてめんどくさくなる。帰りたくない。ホワイトなんだこれ。お、もうメインワイプ、メインでもう来てますね。あーやばいこれ。あかん、倒れるか。もうやさぐれるよ大畑。それ早く終わんないと。あー長浜うるさい。早くジェンが終わってくんないとやさぐれるよ。え、別にあなたがやさぐれたところで私に関係ない。やめろってマジ。マジなやつですね。こんなジェンガに切れる27歳ってこの人しかいないよ多分。ただのゲームじゃん。ゲームじゃないんだよ一人ジェンガは。何一人ジェンガは。何一人ジェンガは戦争なんだよ。戦争。
人で戦争するの？一人で戦争だよ。なんだそれ。一人上手。あ、わかった。じゃあ長浜は、うん、ザブンの中で誰が一番怖い？はい、怖い人ですか？怖い人。あ、でもすごい厳しくすごいしてくれてるなって思うのは、ナミさんとか大畑さんとかだって思います。これはもう。私ね、めっちゃね。戻しちゃダメでしょ。ね、今真剣な話してんのに。戻しちゃダメでしょ。知らねえよ。戻していいの？戻すなら戻せばいいじゃん。戻すのも危険だな。ちょっと待って、ここクライマックスだから。クライマックスらしいです。さあ皆さん、はい、3、2、1、ゴー。あ、そういうのやってないね。すごい。もう上のこういうとこよ。うわー、負けたー。こういうとこよ、こういうとこ。でも乗せても。もうセーフ。嬉しそう。私ね、よくね、怖い人とかね、言われるんだけど、じゃあなんでそうするかっていうと、私の先輩たちはみんな怖がったの、はい、私は怖くて、で、なんか、なんでこんな怖くすんだろうって思うから怖がったんだけど、はい、でもそれが今、それで良かったって思ってるのね、私は、はい、そういう存在の人たちがいたから、いろいろ教えてもらったし、優しくしてもらったし、でもめっちゃ怒られる時は怒られたしっていうのが、あったから、あいい話してたのに今、前回いい話して